はい、というわけで、初見さん関係、質問関係、投げ捨スパチャー、大関係、来る者は拒まずお送りいたします。パーカッションのワークショップ、高文がお届けします。よろしくお願いします。えー、一口にね、ダラブッカといっても、タイズがありますというところなんです。一般的にダラブッカっていうのは、えー、左側ですね。左の3つ。えー、人によってはドゥンベックって言ったりすることもあります。でも同じ意味です。こういう彫刻があるような、まあ、これは主に、えー、エジプト、 とかのの文化圏ででで作られるようなものですで左から2番目がさっき言ってた本革、えー、魚の皮を張っている陶器のダラブッカです。これはまあ古くからありますけれども今でもまあ存在しています。外側にチューニングするのがついているタイプのやつもあります。 ただ、えー、一番この左側のやつはね、あるにはあるんですけれども、えー、プロの奏者で、プロのパーカッショニストとかダラブッカ奏者でこれを使ってるっていう人ね、僕見たことないんですよね。多分いるっちゃいると思うんですけれども、今、ほとんど多くの方が、いわゆるこのエジプト型っていうか、ここが外側にこのチューニングラグとかがついてない、滑らかな形の。 ものを使っているっていう印象があります。これサイズが大きいと名前が変わります。はい。で、実は僕もすでにこれ持ってるのは、これダラブッカと言いつつ、ダラブッカソンバーティー、えー、ソンバティー、ソンバーティー、えー、とか言ったりするんですが、ちょっとね、でかいんですよ。ぱっと見てこれぐらい違うっていう感じです。で、多分ね、画面で見ているよりも、実際に持ってみると、 あ、だいぶサイズ違うな。サイズ感とか重みが違うなと感じると思います。はい。で、プロの装車が使ってるのは結構ね、ソンバーティーの方を使っていたりします。まずこれが、いわゆるレギュラーサイズ。一般的な、ダラブッカ、えー、アルミでプラヘッド。 標準でこれソンバーティーはい、まあ、チューニングもねちょっとこれより低くしてるんだけれども えー、例えば同じぐらいの音程にチューニングをしたとしてもこっちの方がやっぱり低音ブーンっていう低音のパワーっていうかね、えー、音の長さだったり存在感が強いです。で当然この高い音、えー、もう使えますから、まあ、これはねその抵抗のメリハリが強いっていう感じ。 で、これを叩いた後に、このレギュラーサイズを叩くと、すごい可愛い感じだなっていう印象になると思います。はい。だから、もしこれから買おうとしている方で、選ぶとしたら、まあ、ダラブッカ、えー、左の3つか、ソンバーティーってね、ちょっと大きいサイズになると思うんだけれども、えー、どういうシチュエーションで使いたいかによって選ぶといいと思う。まあ、ダラブッカだけを、まあ、趣味として叩きたいというのであれば、小ぶりな、えー、レギュラーサイズで全く問題ないだろうし、 例えば、ちょっと音が大きいバンドで使えますとか、より本格的にやりたいっていう方は、ソンバーティーの方が実は合ってるかもしれないっていうことを知っていただきたいっていう感じですね。はい。で、僕ね、初めてこれ買った時に、こんなに種類があるって知らなかったんですよ。ダラブッカって言ったらもうこういうもんだと思ってたんで、で、僕最初にね、これを知ってたら、ソンバーティー選んでたなって思います。コンガとか、カホンとかジャンベとかのね、パワーにね、ちょっと劣ることがある。 あと、ゴリゴリしたね、大音量のバンド、ドラム、ベースががっつりなるような中で叩くには、ちょっとね、可愛すぎるかなっていうところなんですね。これ、背が高いやつっていうのもね、あるんですよ、実は。トールソン・バーティーとか、トール・ダラ・ブッカっつって、この、座面のサイズは同じなんだが、この胴体の長さが長い。トール・ダラ・ブッカ、もしくはトール・ソン・バーティー。トール・ド・ホラっていうのもね、 えー、僕は見たことないんですけども、もしかしたらあるかもしれない。はい。でか、背が高いとどうなるかっていうと、やっぱり低音が長くいきますね。太鼓っていうのは、この筒の形状が長ければ長いほど、この、ドゥーンっていう低音が長生きしますから、えー、よりその通るサイズのものは、低音がしっかりと出るというイメージでいいかなと思います。はい。で、最後、ドホラっていうのは、より大きい、ソンバーティーよりさらに。 大きいお父さんみたいなね、えー、感じで、えー、アンサンブルの中だと結構ね、低いパート。こうっこう、バンドの、えー、中で一番下支えになるようなリズム、パートを刻むようなやつです。はい。まあ、こんだけあるというところで、えー、自分やるとしたらどれかなっていうのをね、考えていただきたい。じゃあこれどこに売ってんのかしらと。これから欲しい人ね。 えー、購入ガイドっってていうのをやっていきますで正直今結構ねどこでも手に入ると思います。検索していただいたらあのいろんなショップページで見ることができると思いますし楽器屋さんに行っても大体ね、まあ、ショッピングモールの楽器屋さんとかちょっとわからないけどいわゆるなんとか楽器、えー、石橋楽器とか下倉楽器とかなんとか楽器っていう楽器屋さん でまあ、そのパーカッションコーナードラムコーナーがあるようなお店であればね何かしら置いてるはずですはい、まあ、ネットで検索していただければいくらでも出るんだがさっきの検索するとしたらさっきのダラブッカっていう名前か大きいのがいいやっていう人はダラブッカソンバーティーで検索していただけると出ますでもし関西方面にお住まいであれば、えー、京都に民族楽器小泉さんっていうのがありますはいでここはねめっちゃあるめっちゃあります で、あとでちょっと小泉で調べて、あの、見てみてください。まあこんな感じで、いろんなメーカーのものだったり、まあ特にね、柄がやっぱ気になるかなと思うんですよ。この柄がね、とにかく一個一個違って、皆それぞれ美しいっていう感じなんで、絶対ね、その一つは、 この柄素敵だわ。この色いいわっていうね、ときめくやつがあると思うんですよ、それぞれ。こういう <laughs>、めちゃくちゃ明るい色もあったり、いわゆるね、まあ、モザイク柄とか、アスタリスクとか、柄がとにかく美しいという感じでございます。例えば、Amazon で、 ラブかって検索しても結構出てくるんですよはいメーカーとしてはイスタンブールメメットとかマイネルマイネルってみんなさん知ってますよねマイネルは大手打楽器メーカーですけどもあとマスターワークっていうねやつがトルコのメーカーがよくこういうので出てきますが まあこれでもね、何も問題ない。問題ないけれども、さっきも言ったように、えっ、ー、と、こういう金具が付いてるやつは、双方によっては結構叩きにくかったりするので、まあ、無難に選ぶとしたら、こういう、ちょっと角がつるんとしたやつ選ぶといいかなと思います。で、あとは、ジャンベショップジャリさんっていうのがありまして、ここもめちゃくちゃ種類あります。 ちょっとね、ちっちゃくてすいません、見えないと思うんだけども、後で検索してみてみてください。ダラブッカーだけでも、こんなありますし、ソンバーティーはソンバーティーでこんなにあるっていう感じでございます。で、僕、この <laughs>、これはジャリさんで買ったんですけど、この、これモザイクがやってる、 やつって結構ね、こうぶつけたりすると、割れちゃったり、欠けちゃったりすることがあるんですね。で、そういうこのメンテナンス、えー、補強だったり、ダラブッカってとにかくチューニングが難しくて、ちょっとこの画面だとね、見えないかなと思うんだけども、ではここに切れ目があって、 この上の、いわゆるリムに当たる部分、ヘッドを止めるリムに当たる部分と、このボディが分かれる形になるんだけれども、このね、隙間がうまくいい <laughs>、ちょうどいいぐらいの幅になって、かつ、このヘッドがですね、このリムに対して浮かないようにする。低くもなく、高くもなく、ちょうど同じぐらいの、この高さに揃える、 必要があるのねでこれが結構難しいというところなんですもしそのコンガとか割と厚手の革物をやってる方に要注意なんだけれどもそれと結構ね感覚が違いますこっちの方が繊細っていうか皮も薄いしこのチューニングはよりシビアだと思ってくださいで僕も結構やってるんですけど それでもね、あの、最初、コンガとかと同じ感覚で、あのチューニングしちゃって、すごい失敗したなという経験があります。あと、今ちょっとやんないんですけど、こう、チューニングした後ね、コンガとかだと、こう、バシバシバシバみたいな、ゴンゴンゴンってこう、叩いて鳴らすじゃないですか。で、それをこうね、ダラブカとかでやっちゃうと、結構ね、ヘッドが変形したりとか、えー、このさっき言ってた、高さがずれちゃったりみたいな。 こここととととががあるからこっっちちの方がねよりちょっと繊細に扱わないといけないっていいいけてうところですだから、チューニングは難しい。難しいんです。なので、えー、専門家に頼んだ方が無難っていうかね、最初の1台はとにかく、えー、そのお店の方、詳しい方、まあ、より専門店の方がいいと思う。専門店でちゃんとこうメンテナンスされているもの、えー、ちゃんとチューニングされているものを選んだ方が間違いないと思います。はい でその観点でいうと、えー、種類が豊富なのは小泉さんかジャリさんっていう感じです。で、その他にもですねあの、民族楽器扱ってるお店はいくつかありますので、まあ、ぜひ調べてみてください。はい